英検1級のこういう問題を速報を解説したいと思います。エイブルついてるからそれで覚えやすい、まあ、ハンマーから来てるんだよね、これもともとね、この辺がだいぶすごくないですか。4回出て4回正解って選択肢に出てきやすいけども正解にはなりにくいってことだ。さあ、始まりましたムチャチャンネル。さあ、今回はですね、やってまいりました2021年度第2回の英検1級の合意問題を速報を解説したいと思います。はい、本日受験された方お疲れ様でした。今回出てきた問題ですね、厄介なのもありましたがそれらを解説していきたいと思います。で、今までにどれだけ出題されたのかっていうのもですね、はい、英検1級出た単のデータを紹介しながら説明していきたいと思います。毎回毎回ね、出たターンつってね、紹介してるんですけど、Android 版がないじゃないですか。iOS 版ばっかり、iPhone しかダメなんすけどって言ってたんですが、はい、出ましたんで、ついに Android 版発売されました。ぜひぜひ、概要欄からダウンロードしてください。それでは、解説していきましょう。まず最初が Decipher ですね。初登場なんですね。へぇ。準1の方には出たことがあるんで、出たたんでは準1級の方には収録されてるってことですね。へぇ、解読するってやつです。もう自分自身そんな難しい単語だと思わなかったんですけども、英検1級では初。ただ、準1に出てたってことは、取れた人が多かったんじゃないかなと思いますね。で、今回は、まあ、25問中、出たたん1級に出てたのが21問。出たたん11球も入れれば出ていたという感じですね。あ、初登場で正解になったものがいくつかあるって感じですね。はい、じゃあそれぞれ見ていきましょう。で、次はディスティン。あー、はいはいはい、よく出るやつね。はい、4回出てますね。軽蔑とかっていうやつですね。ほんと英検1級ってネガティブな意味のね単語が多いですね。え、続いて、あ、マリボー。この金属とかがこうね、柔らかく違う形にできるとか柔軟なってやつですね。これも何回も見てるな。あ、4回出題されてますね。エイブルついてるからそれで覚えやすいね。まあハンマーから来てんだよね、これもともとね、語源が。え、続いてが、テスタメント。ほらー、初登場ですね。あ、ただ準1級に収録されてる単語ではあるんだ。出たったの。じゃあ準1に出たことあるんだ、この難しい単語。証拠証ってやつですよね。確かに英検1級で見たことはないか。テスタマン2って形で来てたよね。なんとかの証っていうので。で、まあ、テスティファイとかテスティモニーとかっていう風に似た単語あるので、まあ、覚えやすいとは思いますね。証明、証。次、アドバーサリー。おー、ほいほいほい。まあ、アドバースとかね、形容詞でよく使うんで、さっきも私ライティングで使いましたけど、今までに2回登場して、2回とも正解になってるんですね。はい、100% ですね、今のところ。エクイラビティ。まあこれは推測しやすいんじゃないですか。まあイーコーですから、だから平等にとか公平にっていう意味ですよね。これも2回登場して2回正解になってる。100% じゃん。次、ダイヤー。ああ、これね、はいはいはい。ダイヤーコンディションっていう形で登場してましたね。今回ね。ひどいっていう形でね、登場するやつですね。これも2回出て2回正解になってる。100%。2回出て 100% っていうのが3回連続ですね。次は、Immaculate。はいはいはい、もう完璧なってやつですよね。これ5回出てるんですね。多い。5回出て3回正解になってる。相当正解になることが多いキャラクターですね。続いて第9問が、Proliferate。あ、Proliferate は、これは知っといていい単語ですね。別に英検1級じゃなくても。大学入試の難関大の長文中だったら出てくる単語ですね。こう急増するですね。一気にふわっと増えるやつね。Proliferate は4回中2回。50% ですね。正解になってる。次が、サカン。サカンね。はい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 。トゥーと使うやつですね。屈服するっていうね。屈服する系ですよ。ほら、サレンダートゥーとか、イールドトゥーとかですね。こう下に、このサックが下ですから、こう下に押さえつけられるイメージを持っておくといいですね。これも4回中2回ですね。おー、なんか今回、だいぶ正解になりやすい単語が多いですね。次が、クリーン。あ、2回出てるんだ、それでも2回中1回。いや、日本語にするのは難しいね。なんかいろんな説明がありますね。コントロールを失って左右に揺れながら車が突進する。アメリカ英語だって。へぇー。クロニックは、あ、クロニックは有名ですね。慢性的なね、クロニックディジーズとかね、よく使う表現ですよね。クロがほら、時間ですね。クロニクルとかって言ったりしますもんね。クロニックは3回中2回。あ、これもだいぶ正解になりやすい単語ですね。次は、アンブッシュ。あー、はいはいはい。
この隠れててうわーっつって攻撃したりするやつですよね。待ち伏せしてて、ブッシュっていうのはこれは森とかですね。だからなんかこう木の中に隠れててっていう、ね、イメージを持っておくといいですね。アンブッシュは6回中1回正解になったんだ、初めてなんだ。じゃあ選択肢に出てきやすいけども正解にはなりにくい単語だったわけですね。続いてフラクチュエイト、あーはいはいはい、これね上下にこうなるやつですよね。まあこれはねグラフの描写とかでも知らなきゃいけない表現なんで、まあできなきゃいけないかなって感じですね。5回中3回正解になってる、これやっぱ正解になりやすいやつなんですね。続いてストーンチ、はい、あーなんか熱烈なんですね。ストーンチサポーターっていう形で出てたと思いますね。熱烈なファン、なんかこう火みたいなブワーって燃えるイメージで覚えた記憶がありますね。これ4回中1回正解、あ初めて正解になったんだ。で次が excruciating ですね、はい、ひどく苦しめる、 the pain is excruciating とかね、痛みがすごいっていう時に使うやつですね。初登場とって、へえ初登場で正解になった。なんか十字架にくっついてこう苦しい痛いっていうイメージなんですよね。あのほら crusaders って言いますよね、十字軍の軍の、ね、戦士のことをね。だからこれ十字を表すんですけど、次が douse、へえ、4回登場して初めて正解になったんだ。火を消すってですね、はいはい。まあ確かにあんまり見ないか。インシジュン、ああこれは知ってる人が多いんじゃないですか。インシジュンってシザーズとほらスペル似てるでしょ。これ切る。インサイズっていうのがね動詞ですよね。こういう風にいろんなのとつなげると覚えやすいですね。え覚えにくいですか。おせっかいでって。で5回登場して3回、おお、じゃ半分以上正解になってるやつなんですね。次アブリーク、はいはいはい、斜めのっていうやつから来てるんだよね。そっからひねくれたとかね、逸脱した普通じゃねえっていうの、ひろゆきみたいな。あ4回出て初めての正解ですね。で以上、あこれまた難しい単語の登場ですね。こう看護とかしてこう寝ずの番ってやつね。看護とか、あと見張りか。ずーっと見張ってる。ビジュアントっていう形容詞の方が有名ですね。こう、警戒してるずっと。これは結構見ることあると思うんですね。3回登場して1回正解。デファレンシャル、おー、これまた登場回数が7回あって1回しか正解になってないんだ。へぇー。丁寧なとかっていうやつですね。ディファーっていうのが従うっていう意味なんで。ディファーは異なるなんだけど、ディファーは従うなんですよ。だから、こう、従順な感じでね。オビディエントな感じでね、ディファレンシャルって。さあ、こっからイディオムですよ。dispense with。はいはいはい。なしで済ますってやつですね。だ dispense って言うと、indispensable が有名ですね。で、dispense ってこう、分け与える。で、こう、与えるってやつで、indispensable っていうのが与えられないって言うんですね。だからもう欠かせないって言うんですね。だから dispense with っていうのが、それ、なしでもう与えちゃってるって。4回出てんだ、今まで。で、2回正解。もう、次は spur on。はい。3回中2回。ってことは、まあ、だいぶ正解になってるんですね。スパーってね、まあ、授業とか出てくると、こういうイメージだ。こういうイメージだって教えるんですけど。励ます。拍車をかけるとか、鼓舞するとかで。別に恩がなくてもいいよね。まあ、スパー自体を見ることは結構ありますね。次、クラックダウン。クラックダウンオンの形でよく使いますね。これはほんと新聞によく出てる。そう、厳しく取り締まるとかっていうやつですね。これも何度も何度も英字新聞で見かけてる。その日本語訳を通さずに覚えたやつですね。で、これ4回出てて、4回正解だって。今んとこ 100% じゃん。こいつ出たら絶対正解なんだ。だいぶすごくないですか ?4 回出て4回正解って。で、最後が ship out。初登場なんだ。へぇ。なんか、そんな難しくない表現ですよね、これはね。船乗って、海外のですね、別の赴任するところに向かうみたいなね、そういう話でした。多分逆に、それでいいの?これ簡単すぎない?って言って選ばなかった人も多かったんじゃないかなと思いますね。という感じで、まあ、初出の単語もいくつかあるな。で、ただそれらはもう出た単位1級に乗りますので、なんたってアプリですから、新たに登場したものは、もうすぐに載せることができるっていうですね。そういう利点がありますよね、やっぱアプリにはね。あ、そして、Android 版できましたんで、プロモーションの動画できたんですよ、出た単語。なんで、そちらをご覧ください。はい、どうだったでしょうか。うん、すごいかっこいいプロモーションでした。ビデオでしたね。はい、受けた皆様お疲れ様でした。いやー、やっぱね、単語の勉強に終わりはないっていうのをね、本当に感じたんじゃないかなと思います。全問正解できた人どれくらいいるんですかね。はい、受験された皆様、感想をお聞かせください。準1級の方もね、動画出てますんで、ぜひそちらも見てください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.